ということで、前回無事にアオハゲットできました。ミュウツーも出てきたりね、楽しかったですよね。はい、では続いて、ここから先やっていきましょう。あれ、ミュウツーって前回だったっけ？もうね、いろいろ忘れちゃうよね。はい、今回はポケモンゲットの新しく出たステージに行きます。始まりの広大なに続いて秘密の王が出ました。なので秘密の行きます。草原で安いね。あ、キラキラいるじゃん。おお、本日も一発目から行っちゃう。モンガもいるし、あ、でもここにはまた来れそうだから、キラキラから捕まえていこう。伝説のポケモン。え？あー、雷様みたいなやつね。はい。横に横に。これは簡単だよね。横に振るだけ。もちろんこっちでも OK。さあ、どうだ？よし。さすがにね、エクセレントで外れることはないよね。あ、ボルトロスでした。なんとかロスシリーズなんかあったよね。化身フォルムです。電気、飛行タイプ。はい、今回も変えていきまーす。上がる上がる。今日は25まで見ていくよ。はい、続いていくよ。投げモーションですぐ行く。よし、続いては岩山。これブーバーンとか。またやば。あなたは誰だけど、フーディーだ。じゃあもうこれで幻だよ、今度は。ゲノセクト？えい！よし、よし。来い来い。よし、いったいった。やったぜ。ゲノセクトをゲット。やったね。虫、鋼タイプ。さあ、どこまで上がるか。すごいね。さあ、続いては、あ、湖みたいなとこあったね。今か。お、いいんじゃない。うん、湖だ。キラキラいるし、あ、インテリアもいる。あー、あー、アメモース、コダックだね。よくわかんないけど。よし、行こう。もう行こう。なんだっけか。キルディオ？水切りモーションは縦にピョンピョンか。こうだね。
海と同じアクションだね、アクション的にはきっと。ケルディオーゲット、かわいいね。水格闘タイプ、いつもの姿って書いてるっていうことは別な姿もあるのかな。上がっちゃう、上がっちゃう、うわー最速レベルアップ。すごいね。あとは秘密ので行ってないところは洞窟みたいなとこ？どうだ？行けたか。洞窟だね。すごいパワーを感じる。また？あ、キラキラ。え？え？やばくない？絶対ゲットしようぜ。え？どのポケモンにする？行っちゃう？ポケモン発見。ディアンシ？幻のポケモンだ。ゲットチャンス。あ、曲げモーションか。モンスターボールを横に回そう。横に回すのね、これね。ごめん。どんな。ちょっとスペースないところはね、難しいよね。まだか。お、来た来た。これで終わりたいぐらいだけど。イワフェアリータイプ、ディアンシー好きなんですよね、かわいい。にゃー、今回はこれに戻ろうかな、後で。さあ秘密の一個、森まだかな。あ、どっちだ。おう、森来ました。またキラキラいるし、これもこれでちょっとミロカラスっぽくてなんか気になるんだけど。絶対ゲットしようぜ。絶対ゲットしとこうか。え、伝説のポケモンとか幻のポケモンってこんなにいっぱいいるんだね。おお、どっち？ザ・シアン・ザ・マゼンタ？トルネードモーション。え、今度は立ってたね。さっき曲げモーションの時は横だったけど、今度は立って。まだか。で、あなたの名前はどっちだったかな。ザ・マゼンタの方でした。ザシアンが剣の方ね。で、ザ・マゼンタが盾の方ね。格闘鋼タイプ、盾の王です。あー、これはかっこいいからな。まあ仕方ない。
いや、今回どれもやばいっていうか、すべてのところにいてすごーい。レベルアップ。今、撮影始めてから10分ぐらいなんだけど、それでもうレベル5つぐらい上がるのって過去初じゃない？すごい。よし、行こう。あ、湖。また？え、ダークライじゃん。うわー、キラマッツ？あ、ミロカロス、こっちじゃん。どこだっけ？もう捕まえちゃう？また湖に行きたい。ちょっと湖一通りちょっと欲しい。また？霧？まあ、ただわ。縦だよね。ちょっと手痛くなってきたから、こっち向けるね。普通の方ね。どうだ？エクセレント。どうだ？よし、ゲット。いいね、いいね。ダークライゲット。こんなにいっぱい出てくるなんて、本当にすごい。さすが秘密の。はい。アクタイプ。ダークライ。え、これで25いっちゃう？いきそうだなぁ。いっちゃった。行った時には行っちゃったね。ちょっとちっちゃいやつもやろう。じゃないと次からがちょっと大変になるからね。いやだってまだ12、3分ぐらいしか経ってなくない？よし、行こう。あ、湖また行けた。またキラキラいるし。え、シャワーズじゃん、これ。シャワーズも欲しい。あ、クレセリアかー。結構だ。うーわ。さっきと全然メンバー違うし。でもここはちょっとね、取っておこう。あとで全くキラキラいなくなるのも切ないから。はい。結構がは？水モーション初。え、水モーションって何？水マーク？え、いいの？今ので。普通になんかこう、雫マークみたいなのを書いただけだけど、これでいいのかな？もう少し。よし。ゲットー。ゲット、効果ゲット。これも嬉しい。わー、今回もいっぱいいろんなのゲットできたな。水アクタイプ、月光が。やったー。これはそこまで上がらないですね。もう一回ぐらい行こうか。あ、どっちだろう。おぉ。湖来た。クレセリア、もういないかな？うわ、違う！え？ケルギアの別の姿っぽくない？で、ケロマツ。チョンチーかな？これ誰だろう？じゃあ、行っちゃう？え、スイ君？スイ君じゃん！あ、水切りだ。縦だよね。ピョンピョン。これ、凋落。さあ、来い来い。
よし、ゲット、やったー、やったー。スイくんかー。いやー、スイくんも好きなんだよね。やばいな、今回、本当にすごい。水タイプ。こんなにいいのが来るとは。ちょっと続きも楽しみにしててねって感じですね。今レベル25から26に上がりましたが、御三家とか出てきてないので、やっぱ次の区切りはレベル30だと思うんですね。なので次回かなの配信で見ていきたいと思います。じゃあちょっとリストで見てみると、お、2が結構いったなって感じですね。はじめまりのもあれですけれども、真ん中のね、広大なが今ちょっと結構頑張ってきちゃってるかなっていう感じがします。はい、秘密のとはじまりのもうちょっと伸ばしてもいいかな。はい、今まで捕まえたのがこんな感じで、あいうえお順に入ってます。はい、ディアンシー。かわいい。はい、ディアンシーに書いちゃいます。ポケモンと遊ぶ。めんどくさいのは来なきゃいいな。はい、記録が今ふわふわとギザギザだけあるんですけれども、ディアンシーで挑戦したら別なのが来るかな。ポケモンが中央に来たら、モンスターボールを横に回そう。横に回す？あー、なるほど。わ、ちょっとずれたかな。どうだ、ファーンって回ってきたのをキャッチできるかなって感じなのね。これキャラクターによって遊ぶのが違うんだね。あ、これだと失敗。やっぱ真ん中に合わせないとダメだね。もう一回行こっか。残念だと全く記録がないんですよね。ポケモンが中央に来たら、モンスターボールを横に回そう。一発目でいくか。タイミングを合わせて、モンスターボールを横に回そう。今だ。お、いいんじゃない？この枠に入ってれば大体大丈夫なはず。これは曲げ曲げの記録なのかな。なんだろうね。ナイスキャッチ。やっぱり曲げ曲げだわ。はい、ということで成功しました。これでもレベルがちょっと上がるので、ぜひぜひやってみてください。はい、ということで今回はここまで。幻、伝説のポケモンをたくさんゲットできました。いかがだったでしょうか？はい、次回も頑張っていきますので楽しみにしていてください。次回はホゲータにも会えるかもしれない。レベル30になるとどうなるのか見ていきましょう。では、次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。